クレルモン博の紋章クレルモン博はフランスの伯爵位。クレルモンという地名はフランス各地にあり、クレルモン協会会議が行われたオーベルニュのクレルモンがよく知られるが、この伯爵領があったのは北。フランス、ピカルディのクレルモンタンボーベーズイであり、正しくはクレルモンタンボーベーズイ博という。フランス王フィリップ2世は1218年に ブロアハクティボー六世からクレルモンを買収すると、三番目の王妃、アニエス・ド・メラニーの息子で、ルイ八世の異母帝であるフィリップ・ユルプルに与えた。フィリップ・ユルプルの息子と娘に受け継がれた後は、後継ぎがなく、再び王領として接収されるが、ルイ九世が息子ロベールに与え、以後、ロベールの子孫の家系である、ブルボン家に伝えられた。以後、シャルル三世まで、 ブルボン家の歴代ブルボン公もしくはその志子によって継承される。ブルボン長期に、ブルボン家主流ブルボンコンデ家のコンデ公、ルイ三世の息子ルイド・ブルボンコンデが、クレルモン博の称号を有していたが、これは、ロレーヌのクレルモンタンアルゴンヌに由来する、クレルモンタンアルゴンヌ博であり、上記とは異なる。ありがとうございます。